東北の怪物。社会人野球で最速156キロを記録し、注目されている人物。その名も影山優也。コントロールは悪いものの甘い球を放ることは少なく、2種類のスライダーと156キロのストレートを武器に戦った。そんな彼に多くのスカウトが注目。彼の名も知れ渡るようになり、いつしか東北の怪物と呼ばれるようになった。東北の怪物か。悪くないな。自信をつけた影山はプロの世界に行くことを決めた。24歳だがチャンスがあるなら自分の実力を試してみたい。どこまで通用するのか知りたい。そんな思いが通じたのかヤクルトにドラフト1位で指名される。よし、せっかくプロに来たからにはてっぺん取らせてもらうぞ。そんな24歳東北の怪物、影山優也のプロ野球人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回は一級品のストレートと2種類のスライダーを持つ影山です。社会人野球ではほとんどの人物が驚くストレート。コントロールが悪いことが少し微妙だが、実力は申し分ない。1年目から先発を任される勢いで活躍したい。ということで1年目。キャンプにて藤沢は、どうせ投げられないだろうけどちょっと挑戦してみるか。とナックルの投げ方を教える。魔球と呼ばれるボールをそう簡単に投げられるわけがない。と思ったが、なんとナックルを習得。さらに高いスタミナと157キロの球速が評価され先発を任される。ただでさえ157キロの速球と2種類のスライダーを打てないのに、笛をついたナックル。これには打者もタイミングが取りづらく打てない。その結果防御率3点台。年俸は2000万。幸先のいいスタートダッシュを切れたのではないだろうか。できたら球速をさらに上げ、ナックルも磨いていきたいな。まずはコントロールよりも球速と変化球を極めていこう。続く2年目。左打者を苦手とし来年から不安が募る。だが前年より防御率は良くなり年俸4100万。影山の進化が問われる。まずはこだわりである球速160を目標にし知名度を上げつつ、成績アップを図りたい。で、できたら話題になって。CM を狙いたいな。続く3年目。重い球を身につけ再び防御率3点台を記録。だが3割5分となり前年より悪くなる。やはりプロの世界は厳しい。社会人野球ではうまくいっていたはずなのにプロでは思うような成績を残せない。そのため、彼は防御率2点台を目指すという目標を立てる。まずはこれを達成することからだ。それまでへこたれないぞ。だが4年目。影山。まさかの防御率 3.8 点。2桁勝利を記録したといえどもこれは打者によって得られた勝利。だがそれは当たり前だ。なぜなら157キロの投手は素晴らしいが、そこまで珍しいわけでもない。選手一人一人が速い球速に慣れているのだ。球速だけ極めてもダメだ。その球速を活かすための変化球、それが必要だ。影山は自分を最大限に活かせるナックル。まずはこれを極めることにする。これさえ極めれば、誰にも打たれない。続く5年目。宣言通りナックルに磨きをかけるも残念ながら防御率3点台。やはり2点台の壁は厚い。左打者を完璧に克服したわけでもなく、思うような成績も残せない。だが影山は解決方法を見つけられない。再びナックルに磨きをかけることとなる。続く6年目。防御率3点台、14勝4敗。目標に届かないまでも勝率第1位投手賞に選出される。その結果年俸1億となり来季の期待がさらに高まる。もう少しナックルを極める必要がありそうだな。しかし前年と比べナックルの性能は変わらない。果たして彼の武器をさらに伸ばすことはできるか。続く7年目。ついに防御率 3.93 となり非常にまずい成績。157キロの球速と3方向の変化球を使い分けるも見事に打たれる。コントロールが悪く甘いコースに時々投げる。これが原因か。そのためコントロールの特訓をしようとするも、なんと成長のピークが見られる。このままでは非常にまずい。そのため徳永コーチから指導を受ける。ストレートの伸びを良くし相手打者を次々と抑えていきたい。続く8年目。ストレートの伸びが良くなりついに目標である防御率2点台を達成。前年あれほど悪い成績だったものの非常に優秀な成績を残す。間違いなく徳永コーチの指導が言った。力強い投球で抑えていこう。自分の持ち味を理解し活かせた影山。重く伸びのあるストレート。緩急もつけやすくなりこれからも期待できそうだ。続く9年目。前年から順調な滑り出し。防御率2点台をキープし完封完投5回ずつ行う。勝率は5割と打線に支えられなかったが、なんとか年俸1億をキープ。来季打者には頑張ってもらいたいが、このまま順調にいけば伝説を残せるはず。影山は名球会入りを目標に気合を入れる。新たな目標が今ここに立った。
続く10年目。再び防御率2点台を記録。しかしチームの打線に支えられず敗戦投手となった。正直これは悔しい。さすがの影山ももう少し打者に頑張ってほしいと思った。さらに球速は155キロに低下。ついに衰えが始まる。あと何年最前線で戦えるか。それとも中継ぎに回るか。ここからが勝負の年だ。続く11年目。ストレートにさらに伸びを身につけ防御率2点台。勝率は5割と相変わらずだがいつも通り成績をキープする。しかし身体の劣化が露骨に現れる。マックス151キロとなり160などもはや夢。ここからは技巧派の投手として活躍しなければ道はない。だが1年前徳永コーチは留学をしてきた。球速は劣化しているが、ジャイロボールを身につけ来季を迎えたい。続く12年目。なんと球速147キロに下がってしまうも。防御率 1.96 を記録。2点台を記録しつつついに1点台にたどり着いた。その投球センスが光り逃げた勝利、奪三振126を記録。衰えた能力は技術でカバー。殿堂入りを目指すぞ。続く13年目。体力は大きく下がるものの目標である2点台をキープ。相変わらず打者に恵まれないものの自分の役割をしっかりと行う。その結果年俸1億4000万を記録。まだ関東完封を行えている。伝説を残せるまで、限界まで勝負してやるぜ。強い意志で次の年を迎える。続く14年目。前世紀の頃の能力から大きく劣化。比べてみるとわかる通り得意であるナックルも使い物にならず。本格的に厳しい時期が来る。そんな能力でも完投をしっかり行い防御率 2.3 点。ジャイロボールと2種類のスライダーにより勝利をつかむ。しかし、このままでは来年。再来年と不安が残る。そこで吉井コーチの指導を受け精神力強化を図る。ピンチに強い選手となり防御率1点台を目指していこう。球界に俺の名を刻んでやる。続く15年目。やはり年齢による衰えが見られる。かつて完投をしていたが、スタミナは下がりそれも難しくなった。さらに打線も弱く防御率2点台を記録したとしても敗戦投手となる。打者の補強をしてくれなきゃ勝利投手になれねえぞ。そんなことを思いながらも年俸1億5000万。40歳目前となるものの影山は首脳陣に評価されている。もうちょいプロにしがみついてみるか。引退を先延ばしにしさらにチームに貢献したい。続く16年目。ついに球速130キロ台。2方向のスライダーも劣化し本格的に衰えを感じる。しかしピンチになると強気の投球を行いなんと防御率2点台。あともう少しで1点台という素晴らしい成績を残した。そのため年俸大幅アップの2億4000万。勝率も高く40歳にしてチームを引っ張った。だが俺もそろそろ引退の時期だ。後輩に伝えないとな。続く17年目。ピンチに強い投球により再び防御率2点台。完投はできなかったが41歳の意地を見せた。そのため年俸2億9000万を記録。おそらく体力的にも来年が限界だ。最後に自分らしいピッチングで観客に。チームに自分の背中を見せてあげよう。そして18年目。影山。引退を表明。最後まで自分の意地を見せつけ完投1回。さらに勝利投手となった。彼はここまで応援してくれたファンやチームメイトに感謝。頭を下げ野球人生を終えた。影山は150勝を達成したことにより殿堂入り。1年目から1軍昇格を果たし数々の戦いを生き抜いた投手。累計防御率 2.86 を記録し球界に名を残した。身体能力の変化も激しくナックルを覚え、2種類のスライダーを投げて戦えた。この人生は非常に楽しかった。引退後彼は投手コーチになることに。18年間の自分の経験。それを選手たちに伝えるため彼は投手コーチになった。伸びとジャイロボール。そして魔球ナックル。これを継承する人物が現れるかわからないが、そんな選手が登場したとすれば非常に楽しみだ。さて、今度は俺が選手たちに熱血指導してやるよ。ヤクルトを日本一に輝かせるため、彼は全力で指導に力を注ぐ。24歳の社会人エース。社会人野球では怪物と呼ばれ多くの人物から注目された。だがプロの世界はそれほど甘くない。研究に研究を重ねられ、すぐに打たれるようになる。それに対応するように投手は打者を研究し、またそれに対応するように打者は投手を研究する。循環するようにかぶせにかぶせる。一生に終わらない無限スパイラル。これを面白いと思えるかで。自分の成長は大きく変わるぞ。